間の宿は日本の近世にあたる江戸時代の主要街道上で発達した施設の一種。宿泊は禁止されていた。宿場と宿場の間に起こり発展した休憩用の施設である。なお、本項目で扱う宿場の概念は通俗後のそれ、すなわち日本のおおよそすべての時代に共通で日本以外に対しても用いる通常に言うところの 宿場とは違う、江戸時代の宿液制度上のものに限られる。宿場間の距離が長い、峠越え等の難路であると旅人に多大な負担を強いる地勢があるとかかる地点には需要に応える形で便宜を図る、施設が自然発生的に起こるものであるが、そのようにして、宿場と宿場の間に起こり、発展した休憩用の施設が間の宿である。ただし、 宿場としては、非公認であって、公式には、宿ではなく村もしくは町とされ、旅人の宿泊は、原則禁じられていた。それゆえに旗子は存在しないし、籠や人足、天馬は使うと言やばもなかったが、あくまでも、名目上、表向きのことであった。正規の宿場には、公用の旅行者や貨物を無料もしくは格安の、 工定価格で取り扱う義務がありそのための経費を宿場が負担していた。その経費年出のため幕府は、旗子の営業を宿場にのみ限定し遊女である、いい森女も認めていた。しかし間の宿では区役を負担していないので幕府は、宿場保護のため間の宿での旗子及び遊女を禁止していた。一般の宿場同様に米屋や酒屋などの各種商店が出費しており、 周辺村落の住民も商店街として利用していた。間の宿として異例であるが、東海道の金谷塾日坂宿館にある菊川塾のように、徳川幕府による宿液整備以前から存在していたものが何らかの理由で指定から外され、間の宿となった場合がある。この場合もやはり、宿泊だけは許されなかったが、大井川の川止めなど諸事情により、 旅人の宿泊施設が足りなくなった。自等は、宿泊が公認された。なお、間の宿より小規模な施設を立場と言い,い、しょい、峠の茶屋等がそれである。間の宿の中には、立場が発展したものもある。基礎和街道甲野す吹上富士遠望天保六の八年、経済英戦がこの名所へは、中仙道六十九寺を描いた作品、基礎街道六十九寺の中の一図。 世紀の宿場の一つである河野巣塾を表すためのものであるが、実際に描かれているのは、間の宿がある吹き上げから望む関東平野と富士山の景観である。大辞林愛の宿デジタル大辞線間の宿から言葉ンク参照。ありがとうございます。